はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日は友達のタムさんと一緒に横浜第一神庭に来ております。前回の五位沖堤防の釣りと同様に黒鯛を釣りに参りました。おお、すげえ波がうねってるな。ああ、釣れそう。あ、余裕っす。どう、いや、いいですな、タムさん、これは風よけに行く。あ、そうしよう。環境情報はこちらとなります。中潮の雨のち晴れで風が強めでした。で、濁りはかなり薄かったです。餌ですが、緑貝を生ミックですね、生ミックを緑貝の中に入れて、それを冷凍保存してたものがありまして、そちらを餌として使用しています。タックル&仕掛けはこのようになっております。流れめちゃ速。これ止めあたりも何があった。朝から長い間このようにヘチギアを加工してあった緑貝でずっと攻めていたんですが、あたりを一つももらえることはなく、時間だけがただただ過ぎていっておりました。先ほども多少紹介いたしましたが、こちらが本日の潮となっております。満潮時刻がほぼほぼ終了して、鮭が本格的に始まってしまったので、クロダイは厳しいと思い、海上釣り堀に行っていて、余ってできた磯目ですね、こちらを餌にして、このケイソンの隙間に糸を送り込んで魚を狙っていっております。だいたいこういったケイソンの隙間にはですね、水中カメラを沈めてみると、このようにメバルやらカサゴやらが溜まっていたりします。底の方というよりは意外と上の方にいたりしますので、まあ、重り自体も 2B とか 3B とかぐらいのくっつけて、潮に受けさせて、まあ、中に入れてっていうような感じで釣りを行っています。磯目がやっぱり調子いいっすよ。もうメバルが磯目で釣れました。ちょっと磯目試してみたんです。あ、本当ですか。穴の中にいますよ。
でかっ。でかっ。ねえ、バンバンいいの釣れてる。いいお土産だよ。でも、美味しいよな、これは。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。冬のクロダイ釣りはなかなか難しいですね。1回ぐらい当たりが欲しかったのですが、今回は残念ながらクロダイの当たりを一つも得ることができませんでした。釣ったメバルですが、お家に帰って刺身としていただきました。味がですね、しっかりしていてほんのり甘みもあって非常に美味しかったです。またクロダイが釣れないときは積極的に狙ってみようと思います。それでは。